ちょっと曲がってるな。はい、今回もラスト6個。お、6でちょうど割れたんだ。6個ラスト紹介します。はい、 BGM もかけましょう。今日はカフェサウンドトラック、どうですか？カフェハワイア、ハワイにしてみよう。あ、これが良い。はい、では6、10、12だから13個目かな。こちらはガンバ大阪さんのパナソニックスタジアムスイーター。イエーイ。これは夏に行ってましたね。夏でパナソニックスタジアムさんは会場の中だから、その雨とか雨風全く関係なく、そのスタジアムの内側の外周、中の外周が全部ご飯屋さんで、ほんと一周したんですよ。でもなんかね、確か結構そのホームアンダーウェイのお洋服着用してる洋服が厳しくて、私は普通の私服だったんで全部通れたんですけど、結構そのユニフォーム着ちゃってると入れないゾーンが特にアウェイは多かったみたいです。で、その時は私は浦和戦だったんですけど、アウェイのゴール裏というか、いていい場所が2階のここにしかなくて、あそこだけ、あそこだけ真っ赤になってますけど、足りないよね、そこだけじゃね。ちょっと寂しそうですね。あ、2階と思って、ゴール裏というかっていう、なんか追いやられたところになっちゃってて、なんかかわいそうっていうイメージでした。大阪らしくご飯は美味しそうなものがいっぱいありましたよ、そんな感じのパナソニックスタジアムさんかな。一面青のスタジアムさんでした。次、清水エスパルスアイスター、これはすっごい大変だったんですよ。これは天候で大変だったんですけど、めちゃめちゃバチバチに雨が降ってる日で、屋根はある、全部はないですけど、屋根はなくはないんですけど、もう嵐のように雨が降ってた日だったので、全然びしゃびしゃで、で、タクシーで行ったんですけど、なんか春になると、すっごい桜が綺麗なんですって、アイスタの周り。だから春にまた来たらいいよってタクシーの運転手さんが言ってました。でも清水エスパルスさんは今回は J2 に行っちゃったので、まあでも行けたら行きたいですけど、桜見に春なんか行くとしたら。あとはね、雨だから余計だったと思うんですけど、帰り坂をバーって降りて、降り切ったところにタクシー乗り場が、そこに行けば50台ぐらい止まってるからって行きのタクシー のおじさんに教えてもらったんですけど、全然タクシー本当に来なくて2時間待ちました。試合終わったの何時ですか？8時前ですよね。タクシーに乗れたのが9時50分ぐらい。はあ、今日一番試合よりもハラハラしました。めちゃめちゃ雨でした。だからあれはタクシー待った方がいいのか、でもバスも大行列なんですよ。だから帰り方なんかちょっとしっかり予習勉強していかないと、帰りちょっとあぶれるなって思いましたかな。で、その大雨だったんで行けなかったんですけど、駐車場にアイスタさんはバーってワゴンがたくさんあって、全然行けなかったんですけど、美味しそうだなっていう感じでした。はい、次、名古屋グランパスホームのトヨタスタジアムさん。トヨタスタジアムは
橋からこうやって行くときに見えるんですけど、めちゃめちゃなんていうの、宇宙飛行船、宇宙プラネットみたいな、なんかすごく近代的な感じの、うわお金かかってるなっていう見た目のスタジアムさんでした。名古屋はね、 E1 の時も行きましたし、 J リーグでも行きましたけど、ちょっと外にいくつかワゴンがあって、中にもまあスタジアム飯っぽいのがあるかなって。で裏にあのね、めちゃめちゃ諭吉の唐揚げっていう唐揚げ屋さんがあって、あの唐揚げ今まで食べた中で一番美味しかった気がします。もう熱々だし、揚げたてで衣が薄くて、お肉がすごくヘルシーなお肉なんだけど、ジューシーで柔らかくて、あの唐揚げ忘れられないくらい美味しかったんですよ。だけど J リーグで食べた諭吉の唐揚げと E1 で食べた諭吉の唐揚げがなんか違くて、サイズ感とか違くて、どっちで食べたのだっけな、最初に行った時の諭吉の唐揚げがめちゃめちゃ美味しかったんですよ。あれまたぜひ食べたいです。うんかな、そんな思い出。次、湘南ベルマーレレモンガススタジアムさん。ここはあれです、スタジアムグルメ調査ランキング1位のとこで、これは本当にね、出直したい。私はいつも 2,3 時間前に行くんですけど、2時間前に行ったんじゃ全然時間が足りないぐらい、さすがグルメランキング1位というだけあって、あのフードワゴンがすっごい、待って、永遠に続くんですけど、このワゴン、さすがにこんなに食べられないな。田舎のあの一番大きなお祭りの時ぐらいブワーってあって、あそこで2時間使っちゃうぐらい時間が足りなかったので、ぜひレモンガススタジアムさんに関してはかなり早めに行って、しかも混んでるんですよ、どこも並ぶの必須なので。もうでも美味しそうなのめちゃめちゃいっぱいあって、選手紹介に早めに行ったのに、選手紹介の時に駆け込むぐらい時間食っちゃって、出直したいところでございます。ただね、スタジアムの中は屋根がほぼなかったような気がします。屋根ここにだけありましたよ。あの割と大きくはないサイズのスタジアムさんなので、見やすくはあるんですけど、屋根がなかったな、あんまり。だからすごい暑い時とか雨の時はしっかり準備して行った方がいいスタジアムさんだなって思いました。そして岩田、ジュビロ磐田のヤマハスタジアム。ここはなんかあのジャズやってたり、あと私の大好きなモータースポーツのトライアルのイベントみたいなのやってたり、なんかサッカー以外のレクリエーションみたいなのが多かった感じがしました。でなんかね、岩田さんならではのご飯が結構あったんですよね。特産品のご飯とか、あとすっごい急だった、すごい急だったイメージがある。なんかこっち側こっち側にいたんですけど、その向こうサイドの裏側にフードコートがあったんですよ。だからぐるって回ってすごい急な階段を上がっていかなきゃいけなくて、今ですね、アネモネさんを探すためにこの辺からこっちまで来ました。まあ、行けなくはないんですけど、なんかあっち側行くの大変だったなっていうイメージがありました。岩田さんは割とこっち側は屋根あったなって思います。そうで、岩田さんも J2 に今年は行ってしまったですよね。 J1 全部回れたら行きたいなと思います。そしてラスト、なぜラストなのか分かんないですけど、最後まで渋って残しちゃった横浜マリノスさん、去年のかチャンピオンです。横浜はなんか一番最初に富士フィルムカップ
って行ったのがここですよね。しかもラグビーも見に行ったスタジアムだった気がします。で、横浜はあれなんですよ、マリノスさんホームはあれ、私の好きなやつがある、なんかジンギスカンだ。表にもあるし、ちょっとこっち側っていうか土手の方にもあるんですよ。いろんなとこにたくさんあるイメージです。で、ちょっとだけ表の奥の方に立って食べるとこですけど、センターテーブルみたいなのがバン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 って置いてあって、そこで食べたりできるので、早めに行ってゆっくり食べられるなって思いました。あそこはでも駅からまあそこそこで歩いて行けるので、行きやすいスタジアムさんかなって思います。あの小机っていう駅と新横浜かなの駅なんですけど、小机の方が近いんですよね。で、小机から行くと歴代のビクトリーレーンっていうのかな、写真がバーって飾ってあるので、そこを通りながら気分を上げて行くのがいいかなって思います。はい、これで全18チームのホームスタジアムの私なりのさらっとしたご紹介ですけれども、無事に終わりました。全国回って1年間でね、約60試合近く現地で見れたんですよ。で、まあ、1回しか行けなかったスタジアムさんもありますけど、もうそれぞれすごい、なんていうんですか、サッカーがなかったら行かなかった地域とかもたくさんあるので、サッカーに全国各地に連れてってもらって、すごくハッピーな1年間だったなと思います。各都道府県の良さとかも知れたり、行ったことないとこに行くのもすごい楽しいですし、そしてまた今年は新たに新潟と横浜あるけど FC と2個加わってきますので、特に新潟は行ったことない地域ですので、行くのが楽しみだなって思います。1個聞きたいんですよ、もしこういうとこがおすすめだよとか、この近くに何々があるからぜひ行ってみてとかいうのがあったら、コメントで教えていただけたら嬉しいです。というわけで本年もよろしくお願いします。アンニョン。